はい、皆さんどうも K です。今回はこちら、ついに出ました、22 EXIST LT の 2500S の H、 これをですね使っていきたいなと思います。でまずね、見ていただいたらわかるように、これいつもの画角にはしてるんですけど、箱がめちゃくちゃでかいっす。存在感たっぷり、釣り具屋さんこれ大変なレベルのでかさ。っていうのも今回ね、イグジスト値段がめちゃくちゃ上がったんですよね。いろんなもののね、価格が高騰したっていうのもあると思うんですけれども、約2万円ぐらい上がってます、実売で。定価においてはもう10万円超え、そんなリールになってるので、果たして10万円、定価10万円のリールなのかというのも含めてね、見ていきたいなと思います。とにかく箱はね、もうものすごい存在感があります。はい、上箱というかケースに、はい、こういう風に入っておりますね。では、はい、きた、これが22 EXIST です。でそして僕ちょっとね、全然気づいてなかったんですけど、実はね、この裏にケースが入ってるみたい。これこういう風になってて、ほらケースがありました、これね。はい、これは18 EXIST についてたようなケースと一緒ですね。はい、こんな感じでケース付きになってます。これいいよね、このケース大好き。そしてこれはね、ワッシャーとか注意事項が入ってます。で今回ちょっとイグジストの、まあ、値段が上がった理由の一つでもあると思うんですけれども、こちらイグジストオーナーサポートシステムのご案内ということで、ちょっと検品した方の名前は隠しておきますが、高度な品質管理のもとに製造されているということですね。でさらにこっち側にアクセスコードみたいなのがあって、そのアクセスコードを入力することで、この22 EXIST のオーナーサポートページを利用できると。で、何が使えるのって言ったら、今のところ3つらしくて、1個がリールのカウンセリング。それが受けられるらしい。僕にちょっとよくわからないんだけども、まだ利用してないから。だから細かな使用感とかを、例えばちょっと巻き心地に違和感あるんだけどとか、もう少し軽い巻き心地で調整してとか、なんかそういうのも多分できるんでしょうね。で、あとは、オーバーホールの初回の手数料が無料。部品代は多分かかると思うよ。あと、年一のオイルチェックが無料だったかな。これが新しく追加されたと。で、このイグジストにおいては、なんかマイスターっていう人がいるみたいで、そのマイスターの人がカウンセリングしてくれたりとか、リールのね、オーバーホールとかをやってくれるっていう話なんですけども、まあ我々消費者としては気になるのは、まあそれはいいんだけども、じゃあそれで値段いくら上がったのっていう話。ステラより上がってますからね、今回。ステラをぶち抜いちゃって、約実売で1万から1万5千ぐらい高いのかな。まあ、今のサービスね、使わない人からすると、特にカウンセリングとかね、それを使わない人からすると値段安い方がいいよねって。やりたい人だけ登録してねっていう方が良かったかなって気はするよね。まあそんなことはね、置いておいて、早速見ていきましょう。おお、これが22 EXIST。巻きが滑らか。18 EXIST を正直軽く上回ってると言い切れるほどの巻きですね。めちゃくちゃ滑らかになった。で、僕もね、衝撃を受けましたけども、これ。ダイワの今までのエアベールが変わりました。これ音が出なかったのよ、前。18 EXIST。音が出なかった。シマノっぽくなったんですよね。うん、本当にこうシマノみたいにこう倒しかけた時に奥に吸い込まれるんですよ。こうやって。これにすることによっていいものを使ってる感はすごい出るんですけど、ちょっと軽快な感じがなくなるので、僕はどうかな、一長一短かなって気がしますね。僕これも好きなんですよ。音が鳴らないのも好きだったんで。これ、すごい軽いので。で今回僕が買ったのは LT の 2500S っていう番手なんですけども、今回ですね、注意事項として、僕が以前使ってたこの18 EXIST、
これと同じ FC っていう番手がなくなったんですよ。これ FC の LT2500S の C っていうやつなんですけども、代わりに PC っていうパワーカスタムっていうモデルが出ました。一応この FC LT2500S っていうモデルと同じ番手であろうものがこれになります。ギア比はちょっと上げましたけれども、自重も一緒ですし、ラインキャパも同じとなります。で、今回のこの22エグジストの特徴なんですけれども、大々的に言われているのがエアドライブデザインっていうテクノロジーが入っていると。要はこのボディよりこの上側をいろいろ新設計したことによって、まあ、簡単に言うと軽くなったよっていうことですね。はい。エアドライブローター、完成力が下がって、巻き出しとストップがめっちゃ速くなったよっていう。確かに速くなりました。めっちゃクイックになった。で、この、スプールもニューデザイン。なんかここにラインが引っかからないようになりましたって言ってたんですけども、別に18イグジストの時も引っかからなかったけどね、一回もこんなところに。なんかあるのかな?そしてこれベール。このベールアームも少し細くなったみたい。で、あとは中に通ってるあのメインシャフトがあると思うんですけど、そのメインシャフトとピニオンを非接触にしたっていうね。シマノでいうところのインフィニティドライブ。SW とかに入ってた機能が、これにも入ってるということですね。だから抵抗がかかった状態、魚がかかった状態でも素早く巻けるよと。力強く巻けるよっていうところですね。で、あとはね、もうデザインですよ。もう本当にガラッと変わりました。もうシルバー一色で、ちょっとこの流麗なデザインは美しいね。非常にかっこいい。まあ、ダサくはないけれども、ちょっとローターが僕あんまり好きじゃなかったんです、これ。もう回帰種とかも全部同じような形で、うーんって感じだったんですけど、今回新設計でめちゃめちゃスッキリしました。非常にかっこいい。ザイオンなんで、ローター自体は軽いと。で、ボディはマグ。素材構成は前と変わってない。だから比べるとすると、前のイグジストになるか、このバンキッシュになるかっていうところなんですよね。これもボディね。メインボディがマグネシウムの反対側が CI4 プラスっていう樹脂になってて、ローターも CI4 プラスっていう樹脂になってるんで。はい。じゃあちょっとドラグ見ていきましょうか。非常に美しい音。前のエグジストね。まあ、これも悪くない、いい音ではあると思いますが、こっちの方が音が大きいね、やっぱり。綺麗に聞こえる。うん、これも悪くない。まあ、全部結構なお値段するモデルなんで、これは特別に高いけども、全部いい感じです。で、この回した感覚もね、すごいなんか繊細な感じになりました、ここ。はい。わー。綺麗。スプール超綺麗、これ。で、外したイメージこんな感じ。こう見るとね、本当にローターのこう切り抜きが、ほら、すごいよ、これ。何これ。よく見えるね。うおー、すごい。すごい。いいね、エアドライブローター。かっこいい。じゃあね、早速これに糸を巻いてフィールドで試していきたいなと思います。果たして定価10万の使用感どんなんなのか楽しみ。はい、じゃあフィールドやってきました。で、こちらですね、イグジスト。雨模様なんですけど、残念ながらね、なんか前18イグジストやった時も雨だった気がするんで、雨リールなんだろうか。はい。というわけで、竿がですね、ML か。ML です。1.7g ぐらいから投げられるロッドになります。まあ、ちょっと下ぐらいは余裕で投げられるんで。で、ラインが PE の06にリーダー12ポンドを入れてます。これでいろんなルアーを投げていこうかなと思ってます。で、まずドラグをセッティングしよう。あ、いいわ。ちょうどいいわ。いいよね、ドラグの音。実際にフィールドで聞いてもいいよね。ほら。いい感じで、余裕の滑らか。じゃあ行きます。ちょっと何とかしてみますね。で、今これ巻き抵抗のあるプラグを巻いてます。で、今巻いてるんですけど、まあまず一個言えるのは圧倒的にスムーズな巻き、めちゃくちゃ巻き心地が良くなったな。18イグジストから比べて。多分18イグジスト使ってる方が触ったら誰でもわかるレベル。良くなりましたねって。で、今回ここのローターがね、これね、これが非常に軽くなってるんで、巻き出しがこう、
巻き出しと止めがよりスムーズにできるようになったということなんですが、ちょっとこの辺はまだわかんない。前のエグジストも相当良かったから。で、今回ね、やっぱ値段が上がったっていうことで、割とこう高級感、質感みたいなところにエグジスト力入れてると思うんですよ。デザインもそうですし、この巻き心地もそうですし、ここのベールのこうね、使用感の良さっていうのもあって、いいものを使ってる感は増してる。言葉正しいかどうかは分かりませんけども、分かりやすく言うんであれば、やっぱシマノのテイストがめちゃくちゃ入ってきてると。巻き心地の、これテイストで言えばよ、バンキッシュとステラの中間みたいな。バンキッシュよりは巻き心地いいですね。ただね、これ巻き出しに関してはバンキッシュの方がまだ早いかもしれない。同等かちょいバンキッシュの方が早いかもっていうぐらいの、巻き出しの感じですね。当然今バンキッシュも持ってきてるんで、ちょっと調べますけども。なるほど、ちょっとルアー変えてみましょうか。はい、じゃあちょっとこれ使ってみましょう。これは IG 系のルアーですね。ソルトの方に分かりやすくちょっと紹介しておくと、棒引きプラグですね。はい、何の泳ぎもしないっていう。まあ本当はふらついてはいるんですけど、こうプルプル泳ぐことがない、まあ身辺のさらに動かない版みたいな感じですかね。だからまあ要は巻きがめちゃめちゃ試されるという。真剣に巻いていくわ。あー、でも感度はいいのかな、やっぱり。あー、これもしかして、僕が使ってたモデルって FC モデルっていうモデルなんですよ、前回のミドリスト。それに比べるとなんか巻きが、繊細な巻きがしにくくなったなっていう。これもしかしてハンドル長いか、これそんな気がする。ここあの、ここの軸からここまでの距離、これ長いかも。同じ2500万です。今回 FC モデルっていうのがなくなったので、これが要は FC モデルに相当するモデルなんですけど、ちょっと繊細さなくなったか、これすこぶる滑らかになって軽くはなってるけど、マグシールドのせいかな。 FC モデルはね、マグシールドが少し少ないので入ってないことはないですけど、今回はね、これフルマグシールドなんですよ。ラインローラーとかドライブギアの軸とか入ってるんで、基本的にはこういう巻き心地がね、しっとり気持ちよくなるのって基本的にはウェルカムなんですけど、一部のね、いい意味でですよ、変態な方々はマグシールド嫌っていう人いるでしょ。結構いるのかな、ちょっとわからんけども、マグシールドの巻きが重くて嫌っていう人いるでしょ。ああいう人にとっては18イグジストよりもさらに悪く感じるかもしれない。多分9割の人はウェルカムなんですよ、このしっとりした巻き。高級感も出て、その使用してる時の満足感も上がってるよね。だけども本当にそういうところにこだわってる人は巻きのより遠ざかったかなっていう。で、こういう巻きがね、生きるリールって来年出るであろうセルテートじゃないかなって僕は思うんですよね。来年出るかどうかわからんけど、順番的に言うなら来年セルテートが出るのは。この質感はね、本当にセルテートでめちゃくちゃ生きると思う。確かに感度はいいですよ。今これ風に押されてラインがね、水の抵抗を書いてるんですけども、その重さも伝わるし、こっち投げた時と違うわけですよ。まあ、若干ですけどね、わかるけど、さっき言ったようにちょっとここ長い気がする。ちょっとどうかな、わからんけど長いんじゃないかな。ちょっと見てみようか。あ、長い、やっぱちょっと長いわ。ごめん、そこまでスペック見てなかったけど、 FC とあれはこっちは比べてなかったけど、 FC の方が短いショートハンドルや多分。ちょっとこれ変えてみていい？本当はもっとこっちのイグジスト使えよっていう人もいるかもしれないけど、ちょっと待って、やらな気が済まん。はい、ちょっと愛用してる18イグジストに変えてみました。ちょっとこれ今ドラグやってるんですけど、多分ね、 ATD もまあ魚かけてみないとわかんないけど、でもこのこうやった感じちょっと硬くなってる気がする。前の ATD、 これね、ドラグは割とこう魚にずっと追随してこうズル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 出るイメージなんですけど、ちょっと出ないところは出ないっていう設定になってる気がする。まあまあ、とりあえずちょっと巻きが気になるんでやってみましょう。
あー、やっぱ短いハンドル。あーな、そうか。ニューイグジストのショートハンドルってあるのかな？ SLP から出るのかな？あー、僕は繊細な薪は正直旧型の方が好きかも。ここが長くなると、巻きやすくなるんですよね。やっぱり。力強く巻けるようになるんで、ロングハンドル化理論ですね。ハイギアの方がハンドルが長い理論。あれです。だから、割とこういう抵抗がないものは、ハンドルが短い方がやりやすいんですよね。ものによるけど。で、なんで僕ね、これ、イグジスト、18イグジストね。正直この巻き出しが軽いとか、まあ、警戒感があるとかは言うんですけど、正直ね、巻き出しの軽さってバンキッシュの方が上なんですよ。バンキッシュの方が全然軽い。だけど、僕の動画見て、ご存知の方はね、多いと思うんですけども、バンキッシュよりイグジストが出てくる頻度の方が高いんですよ。それなんでかっていうと、このくっそ繊細な巻きができるから、イグジストが多かったのは。この繊細な巻きがめっちゃ気に入ってて、イグジストの使用頻度がめっちゃ高かったんですよ。めっちゃ巻きがね、ほんまに繊細。この FC は。マグシールドがないっていうのも効いてるのかもしれないね。うん。巻き心地はものすごいいい感じではあるけど、正直、新しいモデルに比べるともう全然劣るんで。なるほどなぁ。そうか。だから FC モデル今使ってらっしゃる方、18イグジストね。18イグジストの FC モデル使ってて、ニューモデルに切り替えるよっていう方は結構要注意かも。うん。繊細な巻きは僕の中で18イグジストの方がやりやすい。確かにね、そのハンドルのこの回し出しとか、フロントヘビーじゃなくなったみたいなところは、それは良くなってますよ。良くなってるけど、そうか。でも僕のね、スタイルとしては基本原稿を使うっていうことになるんで、まあ22グジストがメインになると思いますけども、できればショートハンドル化したい。はい、これね、これさっきのシャットですけど、やっぱり安定感はあるけど、いやでもこっちでもいいな僕。あー、でも巻き心地はもう全然違う。超良くなってる。ニューモデルは新型の方が確かにかっこいいけどね。でもなんかこっちの方がダイワらしい感じがするな。ちょっとかなりシマノっぽくなったね。シマノ好きなんでいいんですけど。はい。じゃあ次、ちょっとネコリグやってみましょう。これはね、ラインスラックをめちゃくちゃ出す釣りなんで、その感じも見てみます。やっぱり違うな。巻きの感覚が全然違う。フィネスカスタムの方がやっぱいいな、繊細な巻きは。まあスラッグ取るぐらいだったらね、別に巻き出しも軽いし、だってこれフィネスカスタムより1個ハイギアなんですよ。フィネスカスタムはノーマルギアで、これハイギアなんで、通常巻き出しはフィネスカスタムの方が早いはずなんですけど、フィネスカスタムと同等かもっとちょい早いかなっていうぐらいの巻き出しの軽さがあるんで、そこはいいんですけど、かなり長いハンドルが。で、あと巻き心地もかなりしっとりしたな。ソルトにはいいかもね。うん。ソルトにはいいかも。シーバスとか、割とこう巻き続ける系、それが多いのであればいいかも。特に抵抗のあるものを巻き続けるっていう。やっぱね、シーバスってね、ちょっと大きなバイブレーション投げたりすることもあるし、まあフィールドにもよるけどね。マイクロベイトパターンとかじゃないときは、大きなプラグ投げたりとか、それこそもう21以上のプラグとかって全然使うから、そういう意味ではこの巻きが、やっぱりしっとり力強くなったっていうのは、巻いてて気持ちいいんで、それは、すっごいいいと思う。で、このブラックバスもそうで、シャットとか、ああいう巻きもんはすごいいいんですけど、さっき言ったような IG 系とか、抵抗がないもん。あとね、ライトゲーム。ライトゲームもね、フィネスカスタム使われてた方結構いらっしゃると思うんですけど、そういう方もね、ちょっと要検討した方がいいかもな。買い替えに関しては。だいぶね、しっとり力強くなっちゃう感じ。正当進化なのかな。
マジでガラッと変わったね。超繊細さが消えた。まあ、僕の意見としてはもちろん一長あるけど一短もあるかなーって感じ。その一短っていう部分はそのコンセプトから外れた使い方、例えばセルテートがやってるような超ゴリゴリのね、釣りをイグジストにさせて、ちょっとここはなーって言うんじゃなくて、むしろイグジストに向いてる用途を、まあ、まさにこういう釣りであったりさっきからやってるようなやり方で18と比較した時に一長一短が出てるって感じ。さあ、これエギですね。 2.5 号かな、2.5 号のエギ。これもね、僕イグジスト使用範囲に入ってるんで、てかこれこういうのでも使いたいので、てかやってみますね。でエギも、エギングもこうラインスラックとの戦いだと思うんで、これも向いてるんじゃないかな。あ、エギングはすごいいいかも。エギングも FC 使ってる人が多いのかな、ちょっとわからんけど。どうなんやろ。ああ、でも一個一個の動作はほんまに気持ちいい。めちゃくちゃ良くなってますね。考えないかんのは幕釣りですね。特に、さっきも言ってるけど、特にライトゲームとか、あと、まあ、バスもそうですし、あとシーバスもめっちゃ抵抗少ないものを繊細に巻かんといかんようなとこでやってる人、要注意かな。バイブレーションミノとか、そういったものを巻くんであれば、むしろこっちの方が、まあ、てか当然ながらこっちの方がいいんですけど、はい。じゃあちょっとバンキッシュ試してみたいと思います。バンキッシュやっぱ軽いね。あの、巻き出しがやっぱめちゃくちゃクイック。あの、イグジスト今回かなり軽くなりましたけど、バンキッシュは全然いい勝負する。ちょっと負けてる気がせんでもないけど、いや、でも、超軽い。まあ、さっきも言ったようにボディサイズが違ったりするんで、当然、まあ、巻きの軽さとかは変わってくるんですけど、まあ、言っても、使うルアーは基本フィールドに出ちゃったら一緒なんで、割とね。巻きはね、イグジストの方が上質な感じがする。いるのかわからんけど、バンキッシュからイグジストに検討してる方はでも、別に変えなくてもいいかなって感じがするね。結構似てる。で、ハンドルの長さもめっちゃ似てる。この回した感じ。このブルンブルンブルンって回す感じがすごい似てる。これ長さ一緒じゃねえの？かなり近いと思う。フィネスカスタムはマジで全然違うから。だから、フィネスカスタムをバンキッシュより使ってたっていうのもあるんですよね。だあれが今回なくなったんで、そうなってくると、バンキッシュとイグジストどっち使うっていう話になってくるんですよね。うん。ただまあやっぱり巻き心地がいいのはイグジストの方なんで、まあイグジストかなって感じもするし、まあ使ってる竿もね、台輪が多いんで僕、あの、フィネスなスピニングは、まあイグジストメインになるかなって気はするんですけど、さっきの問題の配置系プラグやってみますけど、どうなんだろうね。大ぶな。うん、バンキッシュもね、ここが長い。短ければ良くなるのかな。でもバンキッシュもね、ちょっとその18グズスに比べると、あの、しっとり系の巻き心地なんでね、気持ちいい感じの巻き心地のよりなんで、18がイグジスとかね、気持ち良くない巻き心地とは言わないですけど、特有の良さあるんですよね、あれ。かといってね、イグジスとも2500より下の番手選ぶかって言ったら、それちょっとまた違うし、06で200メーターなんで、あの番手はそれはそれでちょうどいいしね。はい、ロッドをねちょっと変えました。これね、ワールドシャウラーの、2752ですね。あんまりフラッグシップ同士を合わせたくないんですけど、僕の中で。まあしゃあない。これ 15g のジグなんですけど、まあ僕の用途として、その例えば漁港とかね、まあ堤防とか行った時に、まあ軽くなんか五目釣り的ないろんなものが釣れたらいいなっていうことで使いたいなと思ってるんで、それもちょっと試してみたいなと思います。ちょっと後ろがね、これ振りかぶれないんですよね。振りかぶりにくい。こういう釣りがいいんじゃないかなと僕は思ってるんですが、うん、こういう釣りはいいっすね。すっごいやりやすい。この例えばジグを、この軽いね、軽いジグよ、軽いジグをちょんちょんやったりとか、まあ、こうぐりぐり巻いたりとか、こう、ああ、感度いい。ジグ泳いでるのめっちゃわかる。そう、こういう釣りはね、いいんですよ。
ちょっとでもね、やっぱめちゃくちゃ軽くなってるから、今これ76のロッドに合わせてるんですけど、そういうシーンって結構あると思うんですよね。その場合 PC の方がいいかもね。うん、ちょっと軽すぎる気がする、リールがだいぶ軽いこれ。まあ元からね、こうスーパーライトショアジギング的な、あのすんごい軽いジグ、30グラムぐらいまでかな、の用途で使用される方は、まあ、3000番とか、それこそ PC とかね、そういう、そっちのモデルを選ぶ方が多いと思うんで、まあ、そこは問題ないのかな。だから、今回かなり軽くなったんで、ロッドとのバランス、まあ、自重で見ると全然ですけど、やっぱこのフロントが軽くなったって、使用感というか、持った感じ変わるね。はい、これね。シーバスで使う新編なんですけど、この辺もねすごい気になる。どうなんだろう、同じくその巻き抵抗があんまりないようなルアーなんで、ちょっとさっきのルアーに比べたら泳ぐけど、ラインをメンディングして、こっちはしっくりくるね。こっちは FC よりしっくりくるわ。やっぱある程度ボリュームがあるから、物体が大きいからね、そうなってくるとこっちの方がむしろ逆にいいかな。あのある程度もその泳いでくれるし、あーやっぱシーバスとかの用途にはいいかな。うん、ほんまにちっちゃい新編とかやったら怪しいけど、 FC の方がいいってなる可能性は結構あるけど、このぐらいの新編ならむしろこっちの方が、うん、ボリュームがあるんで水の抵抗を受けるから、あーいいね。うん、巻き出しもすんごい軽い、やっぱり。あーそうやな、やっぱこのぐらいやったら、どっちでやるって言われたらこっちでやります。どうやろうな、90ミリ下回ってくると FC かなって気がする。うん、僕の今の使った感覚だと。どうします皆さん、これどうするよ。まあでも基本的には、フィネスカスタム以外を使ってた人は、買い替えるとどうなるかっていうと、巻きがめちゃくちゃ気持ちよくなります。であと使ってる時のその、あ、いいもん使ってるなっていう感覚、まあ要は質感的な、これ多分ステラが大事にしてる部分だと思うんですけど、そういう部分が向上してる間違いなく。ほんであと軽い、自重はそんな変わらんけど、そのふとこう例えばラインスラック取ってこう竿上に上げるでしょ、こういう動作の時に、あ、軽ってなる。であと巻き感度もまあちょっと上がってるかなーっていう感じ、僕の中では。そんな劇的にうわって感じではないけど、それが得られます。はい、ただ定価10万でどうなのかって言われたら、ちょっと高いんじゃないかなって僕は思いますね、これ。まあそのアフターサービス料とかも入ってるんでしょうけど、今回ねそのサービス窓口みたいなのができたからとは思うけど、10万円にしてはこのどうかなーっていう、なんかなーって感じ。海で使ってる人の方が満足いく感じにはなると思う。上の番手とかは FC がないから、そういう人たちの方が多分恩恵が大きい気がするなー。例えばサーフとかね、サーフで4000番使ってる人いるでしょ、ああいう人たちは多分めっちゃ気持ちよくなれると思う。ああいいやんって、波の具合であったりとか、あの潮の入り方とかもやっぱ全然わかりやすいと思う。はい、というわけでこちらの22イグジスト使ってきましたので、まとめていきたいなと思います。でちょっとこの22イグジストの残念ポイント、これを先に言っていこうかなと思っているんですが、結論ですね、 FC がなくなったのがすんごい残念。ちょっと説明をしていきますと、もともとね、この18イグジストであったような、ちょっとドライな、カラッとした巻き心地と、あと、音が出ない、軽快な感じのベール。で、このハンドルのバランス。それが絶妙で好きだったんですよね。だから、19番機種よりも、全然こっちの方が使用頻度、高かったんですよ。こっちの方が好きだった。19番機種よりね。ただね、今回の新型のイグジストに関しては、こっち側に寄ったんで、どうしようって感じなんですよね。マグシールドのせいなのかな、ちょっとわからないけども、で、こっち側に寄って今度気になってくるのは値段ですよね。バンキッシュ2台買える
値段なんで、そこもなちょっと考えさせられちゃうっていうところです。はい。とはいえですね、基本的には大進化してるので、この2機種とね、比較してまとめていくと、まずですね、イグジストと比較した場合、まあ、さっき今言ったんですけど、FC モデルを使ってた人は、ちょっと繊細な感覚が削られる感じがするので、要検討かなって気がします。で、逆にノーマルモデルを使ってらっしゃった方に関しては、かなりウェルカムなアップデートになってると思います。具体的に言うと、巻き心地、確実に上がってる。で、バランスと軽さですね。軽さはそんなに変わってないんですけども、全体的なこう持った時のバランスが良くなったっていうイメージ。であとベールがカチカチ鳴ることによって、まあ、実際超過には関係ないんですけども、すごい質感が上がった。使ってて、あ、気持ちいいなって思える使用感が増してるということなんですよね。で、巻き感度もちょっと上がってるかなっていう。まあ、これに関してはね、そんな大きな幅はないけども。ノーマルモデルを使ってらっしゃった方は違和感ないと思う。で、バンキッシュ。これと比べた時にどうなんだっていう話なんですけども、18イグジストの時は、まあ、巻き出しの軽さで勝ってるんですよ。だから18よりも巻き出しが軽かった。こっちノーマルギア、こっちハイギアにもかかわらずこっちの方が早いぐらいの巻き出しだったんですよね。まあ、ちょっと規格が違うので細かい部分は比較しにくいんですが、同じ2500番で使うルアーはもうほぼ一緒っていうことを考えると、はっきり言ってこっちの方が巻き出しは軽かった。で、今回この22イグジストになったことにより、この巻き出しの軽さですね。それがほぼバンキッシュと同等か、どうだろう、ちょいバンキッシュの方があるかもしれないぐらいに、もうほぼ同等になりました。で、さらに、質感が伴ったことにより、バンキッシュより巻き心地いいし、で、このベールのカチカチ感もあるし、こう上位互換感がかなりあると。もちろん同じではなくて、その巻き心地がいいっていう中にもしっかりとダイワらしいテイストはもちろん入ってる。このモノコックボディの力強さであったりとかね。そういうところはあるけど、大きな差は正直感じない。この二つの時は大きな差はあったんで僕こっち使ってたんですけど、こうなってから大きな差がそんなにって感じ。なので、仮にね、バンキッシュからこっちに乗り換えようとしてる方は、うん、いいんじゃないかなって思います。っていうのも値段が高いからね。バンキッシュ2台買えちゃう値段なんで、それを考えるとちょっとなーって感じ。で、おそらくね、2023年に22ステラの性能を引き継いだバンキッシュも出てくると思われるので、ちょっとって感じな。まとめ的にはこんな感じなんですけど、まあ、僕の用途としては、多分18イグジストの方がマッチしてるなっていう感覚はあるんですけど、やっぱり YouTube を見ていただく中で、僕が使ってるシーンを見て、このリールを買いましたっていう方がね、すごくありがたいことにいらっしゃるんですよ。で、そうなった時に、できれば現行を使っていたいっていう思いがあるので、買えないからね、もう18は。基本的には。なので、こっちをメインに僕は据えると思います。で、あの後もずっと一日中釣りしてたし、で、軽くチニングも行ったんですけど、そんな中で色々試して、だいぶ、こっちに寄せるのは、やっぱり、ハンドルを短くする。これね、18イグジストのハンドルがはまるんですよ。これ取ります。18イグジストも取ります。はい。こういう風に、18イグジストのハンドルをつけることができる。これで回すと、結構戻ってきます。あの繊細な感じ。かなりいい感じになります。ただね、似合わないよね。18のハンドルって結構ゴツゴツしてるんで、この流麗な、22イグジストには似合わない。かといって22イグジストのハンドル買おうと思ったらハンドルだけで1万7000円くらいするんで多分ね。まだ販売はしてないけど、18イグジストの値段を見る限りハンドルのそんなぐらいになるだろうなと。からちょっと難しいなーって今悩んでおります。視聴中も言ってたんですけど、サーフであったりとか、あとは、まあ、使ってる方いるのかな、平鈴木とか、あとショアジギとか、そういう用途に関してはもう、ガゼンウェルカム。今回の22イグジストは最高だと思います。が、ライトゲーム、それからトラウト、あとバスの繊細な側の釣り、それをやってた人は、ちょっと考える必要があるかなっていう気がしました。